ただ山口さん聞いてください、僕あの後また家帰って最初からやり始めてハードで手術場を縛って凱旋門賞取りました、僕は。おお、ちゃんと宣言ました、宣言したよ、宣言したよ、見ましたよ、見たら見たら、ほんのすごい気合いでめちゃくちゃ感動したんですよ。うわー、それすごい。いや、もうぶっ通しでもその自宅のね配信でもそうですけど、家でも二十何時間かかったがっつりやってんだ。そうだから1週間で55時間くらいウィポ9をやってたんですよ僕。そういうゲームじゃないんですよやるゲームじゃないんですよね、あれ止まんないんですよ本当。あの多分見てくださったら視聴者の方も多分、あ、このゲーム面白そうだなって多分加藤さん見てると思ってもらえてるんだろうなと思いながら、私もただこう凱旋門賞それじゃ勝てないよと思いながら皆さんもアドバイスを出し合ってみたいな。そう、ね、結構書いたんですよコメントで書かれたんか、繁殖品まで質を上げないとダメですツイッターでも書いてくれたらしい、ね、山口ガチガチに応援されてるじゃないですか、コメントらしいんですよちょっとね、しかもそんなもう時間もなくなってきちゃったから、とりあえず行けって言って全然強くない馬出してそれで10何位で終わったんですよ放送が。もう視聴者もなんだこれみたいな感じであれ悔しかったな。でもその後ちゃんと自宅でね、ちゃんとね自分の放送で取り返して素晴らしかった、突破したっていうところで、あ、かっこいい。言っちゃいけないんだろうな、まあ、翌日も木曜日でしたし、ね、はいはいはい、始まって夜で始まって、はい、しばらく一緒にいて、で、まあ、仕事も金曜日仕事があったんですけど、はい、うちのスタッフも画面にはついてましたからね、みんなカチャカチャやりながらスタッフさんもそれでなんかみんなしてるんですよ、はい、確認しながらの聞いてるよねって思って自分も聞いてるけどそこ思いながら、別にスピーカーで手は止めないかも、手は止めない、ちゃんと仕事をされてますね、そう大丈夫です、嬉しい、大丈夫ですそこはありがとうございました。だから仕事終わった後も残ってましたよ、だから最初23時ぐらいまでやったじゃないですか。そうですね、24時とか3時ですよね、はい、ギリギリまでやばいもう終電かとか言いながら、うわー早くって言われて、いやみんな見てましたよ。そう、そのぐらいの時にもう時間がないって時に急超絶指示コメがブワッと流れたんですよ、はい、だから多分公式ツイッターかなんかでこうした方がいいんじゃないですかみたいなリードしてくれたらしくて、それがブワッて流れて、なんだこれと思って俺後日気づいたから反応できなかったんですけど、わざわざそれまでしてサポートしていただいて、そんなに手厚い、めちゃくちゃ手厚くやってた、1ユーザーに手厚い、最高の配信でした